とチカチカするけど。こんにちは。ぱっと見おしりんさんありますね。マジ？おしりんさん。おしりんさん感。電波の調子悪くないですか？チカチカしてるから。これ照明、ごめんね。照明です。充電はあるよ。おしちゃんめっちゃ髪の毛伸びましたね。ふくらん、見えない。見えない。なぜそこで始めた？え、この時間でしかできないから。ザーってなってるのは換気扇かな。換気扇かなんか。さっきから少し途切れ途切れになるね。嘘。電波悪いか。電波悪いからだな。ね。チカ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 光る一番星。そう、照明さんがテストしてるから。本日は公演です。公園だよ。私何分から始めた？みんな。怖い感じになってる。え、私何分から始めました？そこ時差あるかな。こんにちは。ありがとう。
ホラーみたい。確かに。ホラーだね。今日めっちゃあったかいよね。びっくり、あったかすぎてびっくりです。めっちゃあったかい。22度ぐらいあった名古屋。そうで、朝は雨降ってたから厚着をしてきたのに、まさかこんなに暑くなるとは。そう、うん、びっくりです。低いですね。ファンレベル上がった。おめでとう。チカチカするよね。ね、ファンの人もこれ見てるときチカチカしないのね。でも明日からは晴れますので晴天です。でも水曜日あたりはちょっと天気悪くなるかな、確かね。こんにちは。夜は寒いね。寒いです。この後よろしくお願いします。お願いします。皆さん BLT をぜひゲットしてください。届いたかな、まだかな。明日明後日はすごいお花見ですごい人。そうだね、あったかいし、まあでもね、咲いてないかもしれんけどね、どうか分かりませんけど、そんな感じがします。こんにちは。いい湯だな。温泉にいるの？あれか BLT の話。そう、教師はお風呂に使ってます。よろしくお願いしますね。あっという間の4月です。まさかの花粉もすごいですけど、31日の7期で何かやるのね、何かやりたいけどね、揃いませんね、きっと。まあ谷さんの卒業公演もあるしね。え、あるよね、31だよね。
ね。ぜひお祝いしてください。9周年、31は多分朝から配信します。はい、31は朝から配信すると思います。え、暗い。に当てられてとっても暗い感じになってます。あ、タイさん明日か、ごめんね。明日は私は三者の湯がありますので、ぜひ、はい、音質悪い？劇場の電波はちょっと悪いのでごめんね。今日は何の日ですか、皆さん。29はプロ野球が開幕だね。他は？他は何があるかな？何があるかな？電波おかしい？頑張って。頑張ってほしいな。あ、そうだね。エゴピの誕生日です。おめでとうございます。すごい。真っ暗になっちゃった。真っ暗になってしまった。でお届けします。肉の日、暗くなっただけ。暗くなりました。じゃあ今から怪談話でもしようかな。対談話でも。止まった？止まらないで。お願い。動いてるよ。見えてる？お願い。見えてる？お願い。頑張ってよ。こんにちは。あ、15分経過しました。ありがとう。748です。なんかすごい今日ラグあるね、ファンの人と。ありがとう。ありがとうございます。え、ちょっと待って、
動いたり止まったりしてる。明るくなりました。ありがとうございます。え、てかさ、めっちゃファンの人とのあれがやばい。コメントが全然遅い。ラグがすごいかも。ラグめっちゃある。なんでだ。めっちゃ遅い。めっちゃ遅いです。今無音。今無音。めっちゃラグある。もう終わりましたよ。無音じゃないよ。聞こえてるかな。聞こえてる？みんな。ね、今日ラグがあるね。ラグい。とてもラグいです。こんにちは。電波のせいかな。やめろ。大丈夫かな。聞こえてる？さっき無音にしてたけど。さっきは無音にしてたけどね。ラグいよね。ね、こんなにラグいんだ。ガクガクしてます。頑張れ。電波頑張れ。電波頑張ってほしいね。3月はもう終わって、ケツ声もね、あの3月最後の声でございます。そして4月の2日かなありますので、はい、よろしくお願いいたします。4月は中日ホールだね。楽しみなのが。みんな K2 を応援してください。逆上がりするみたいだから。逆上がり。ちょっと家の近くの公園で練習しようかな。マジ誰もいない近くの公園で逆上がり練習しようかな。そう、逆上がりできるか分からんね。まあ昔はできたけどね。そりゃ昔は。近くの公園で練習しよう。マジで誰もいないところで。恥ずかしいから見られたらもう真夜中に誰もいない真夜中に公園行って練習しようかな。大人が練習してたら怪しまれる。やばい。いるかもしれんから。職質やめて。逆上がり配信で
できるまで帰れませんってやつやろうかなと思う。みんな今って公園に鉄棒あるの？あ、公園にね公園には鉄棒あると思うよ。懐かしいね、逆上がりね。昔はね、いっぱい遊具で遊んでね、楽しかったなっていう思い出があります。はい、いろいろ怪我をしましたがはい、懐かしいです。とっても、鉄棒の前で逆上がり踊ろう。フルネット限定買います、ありがとう、お願いします。坂上がり公園、ね、まあ今はない遊具とかいっぱいあるからね、昔あった遊具とかね、いろいろ時代は変わりますけども、ね、こんにちは。なのでね、ぜひ4月7日の中日ホールはケツを応援してね、よろしくお願いします。配信がねないのがちょっと残念ですけどもね、残念ですね。ぜひお願いいたします。このショールームで配信お願いしますこのショールームでは多分ね、すぐバンされるわ、多分すぐバンされちゃうね。すぐバンされてしまいます。夜ご飯は、はい、食べました、兼用って感じかな。お腹空いておりません。ちょっとね、来月中に携帯を変えたいんだが、変えれそうなのね。なんかお弁当はなんかね、いなり寿司みたいな気がする。誰かなんか、なんかいろいろあるみたいな。ちょっとお弁当はまだ覗いてません、お腹が空いておらず。ドーナツ食べた、ドーナツ食べてない、ドーナツ食べたいね。皆さん今何分ですか？そろそろね、ちょっと公演の準備をしないといけないといけませんので、慣れずしほしいよね。チキンラーメン食べた、チキンラーメン食べたチキンラーメン今月食べました。23分、ありがとう。
急に深夜にインスタライブの通知が来て見てみた。スカガイの練習だったらびっくりだけど怖い怖い、そんなことはしないよ。さすがにどこかでこそ練するね、みんなに言わずに。バッチリ練習するよ。てかまずそこの公園に鉄棒はあったかな。いやあったんやけど、なんかね、いろいろ撤去されちゃってるからね、あったかなみたいなあったっけみたいな感じなんですけど、はい、ちょっとねこそ練します。頑張って時間見つけて。買い替えるなら今月中お買い得、お得。そうだよね、スマホね。ありがとう。こんにちは。ね、携帯が壊れて配信ができなくなってしまった、怖いね。どんだけ使ってんかって感じだけど、公園にアニメのイルカ見てみよう。見てみて、いるかもしんない。こんにちは。あ、もう30分ぐらい経つ。ありがとうございます。ちょっと止まっちゃったかも。さあ、ということで皆さん見てくれてありがとうございました。準備をしていきますのでここまでにします。それでは皆さん行ってきます。これ見てね、ありがとう、バイバーイ。